ガツ島は、シアタープロレス課長風月の別ブランドとして、開催している、格闘技工業。運営は、G タレント。2015年1月18日、勝村周一郎のプロデュース大会として、王子小劇場で、旗揚げ戦を開催。旗揚げ当初は大改名が、シアタープロレス、鎌倉課長風月でルール名が、課長風月格闘ファイトの名称だった。2月15日、 シアターバビロンの流れのほとりにてで開催した第2回から大会名とルール名をガツ島に解消。4月18日、シアターバビロンの流れのほとりにて大会は課長風月総合格闘技ガツゲットをマイナスの大会名で開催。UWF の流れを引き継いだハードヒットとも比較されるが3カウントフォールが有効であるのが大きな相違点。プロレスが 格闘技に近づくのではなく総合格闘技経験者がプロレスに参入しやすくするルールのためホールが大きなポイントを握っている。勝村はプロレスラーの強さを引き出すという意味で新日本プロレスに精神快感が乗り込んできた時のヒリヒリする感じを出す場所だと例えている。以降、ガツとブランドの大会だけならず総合格闘家やブラジリアン充実家の初参戦時に このルールを適用している。ありがとうございます。